ダジャーお茶をすみません。ということで、本日も始まりました、スニーカーの、ノーナーイ。はい。ということで、本日の企画はですね、シュプリームウィーク4ノースフェイスコラボ、プレミアムはい、ということで、本日の企画はですね、来たる、今週土曜日のシュプリームウィーク4のですね、プレミア予想を雑談とプレミア予想をしていく、スニーカーの脳内大人気企画でございます。はい。ということでね、本日といいますか、今週土曜日はですね、シュプリームノースフェイスコラボ第1弾、SS 第1弾が出るんですけども、なんとですね、海外ではもう発売終わってます。はい。で、なぜ日本だけこれだけ遅いかというと、なんか調べてみると、結構 B 品が多くて、通らなくて、まあ、結局この一周繰り越しで、今週ということでね、海外終わってるので、結構読みやすい相場になってるんじゃないかなって個人的には思ってます。まあ、それ以外にもインラインでは、たまごっちとかタオルとかね、いろいろまだまだね、見物がたくさんあるので、今日も見ていってください。ということでね、まあこんなごちゃごちゃ言っとってもしょうがないんで、オープニングの方へ。オープニングいけるかな？オープニングいったらな、ちゃんとオープニングいける。レッツゴー！レッツゴー！シュプリーム高すぎる。レッツゴー！はい、ということでオープニングの方から戻ってまいりました。まず今回のシュプリームコラボはね、どういったコラボかというと説明していきますと、今回のノースフェイスコラボのテーマはですね、トロンプルイユというですね、トリックアートの技法を用いた騙し絵をデザインとしたテーマで、吹雪で凍りついたようなスノーペイントやブランドタグ、生地の切り替えに至るまで全てをプリントで表現したものが、今回のテーマということですね。今回のノースはこれだよって出た時にプリント出せみたいな人がね、ストーリーでグワーって流れてきたんで、ああ、ちゃんと調べてないんかなとか思いながらね、まあこれもね、まあダサいダサくないはさておき、まあこういう技法ということで、そんなところもシュプリームを愛してあげてください、皆さん。はい。まあね、こんなこと言っててもしょうがないんで、バンバンね、紹介していきたいと思います。まず一品目が、こちら、プリンティットヌプシジャケットですね。定価がなんと7万1500円ということで、高いノースペースの普通のインラインがまあ3万8000円とか3万6000円、3万5000円とか、まあ4万いかないぐらいなんで、まあ本当に約2倍、7万1500円か。いや、ヌプシもね、なんか気軽に買える値段じゃなくなってきましたね。結構シュプリームもう、そのブランドの価値を上げてるのかな。高い。これ原材料だから関係ないぐらい高いですね。まあ、個人的に一番人気カラーはやっぱり、黒。数も多いのも黒。でも人気なのも黒だと思ってます。黒が一番着やすいですよね。まあ、こんな黒とかをね、誰ですか、YouTuber とか、木村拓哉さんとかがね、着ると、もしかしたらこれ黒だけバーンって跳ね上がる可能性も、全然なきにしもあらずということなんですけど、さすがにもうね、結構気候もあったかくなってきて、ヌプシ着るチャンスがないんでね、なかなか値段はつきにくいんじゃないかなと思ってます。一番目玉はヌプシだと思うんですけど、ちょっと厳しいかな。まあ、僕はね、結構この黒好きなんで、これね、できたら黒の絵もね、描いたいと思います。その他はね、いらないですね。まあ、こちらのプレミア予想なんですけど、だいたい定価プラス、まあ、5000円までかな。5000円までと予想させていただきます。ということで、次！続きまして、こちら。プリンティットテパードスティームシェルジャケットでございます。こちら、お値段なんと7万7000円。高っ。シェルジャケットがこの値段。びっくりしますよね。昔ね、シュプノースコラボ4万5万ぐらいで買えてたんですよ。ジャケットも3、4万で買えてたはずなのに、もう7万7千円まで高騰しました。しかもこれで、ゴアテックス搭載なしということでね、機能性はあるのかないのかわからないんですけど、可愛くない値段です。もうすでにプレネでやらせていただいてます。7万7千円プレネです。はい。で、こちらのプレネ予想なんですけど、もうプレネはつかないと予想させていただきます。ということで、次。続きましてこちら、プリンティッドマウンテンパンツということでね、こちらお値段なんと6万3800円。これ誰が買うのこの時期に。これはね、さすがにオンラインも店頭も余ると思います。はい。ちょっと誰も買わないと思いますね。セールに回らないからどうなるんやろうなとか思いながらね。はい。まあ、こちらのプレイ要素なんですけど、プレネはこちらはもちろん、なしということで、いかせていただきます。ということで、次続きまして、こちら、プリンティットポケットティーとハイパイルフリースビーニーということですね。こちらお値段が7700円と9350円。4桁は安心する。T シャツ7700円は
一般的ですよね。よかった、もうこれね、 T シャツも1万円台乗ってきたらどうしようかって思ってるんですけど、まあね、後々乗ると思います。各国のシュプリームオンラインででもですね、ポケットティーの方はね即完売やったみたいで、他の、ヌプシとかはね全然余ってるみたいなんですけど、ポケットティーは完売やったみたいです。ですので、まあ日本でももちろんですけど、ポケットティーは即完売すると予想されます。ちなみに言っておきますけど、ポケットティーはね結構素材薄いです。ノースの生地なので、はい、熱いシュプリームを期待しちゃダメですね。はい、ノースなので薄いです。はい、で、まあこちらビニーはですね、まあまあ欲しい人が買えるんじゃないですか。別に特にプレゼントつかないと思いますけどね、僕的には。まあついても1000円ぐらいかな。はい、というでこちらのプレゼント予想なんですけど、ポケットティーはね、プラス3000円まで。で、ビーニーはですね、プレゼントなしということでいかせていただきたいと思います。ということで、次！続きまして、2点一気に紹介。こちら、ハイパイルドフリースロングスリーブトップと、ハイパイルフリースショーツってことでね、こちらお値段が29,700円と22,000円。これはね、ちょっと気になる商品。で、これからの季節でもガンガン着れるようなハーフパンツと、これね、ロンティーかな？ロンティーじゃない気がするんですけどね、ロングスリーブのトップスですね。はい。まあ、これからのシーズン本当に重宝できるアイテムでございます。僕もね、これ両方とも気になるんですけど、特にトップス欲しいなと思ったけど、やっぱりお値段が可愛くない。お値段が29,700円。悩ましいですね。僕はスルーしようかな、欲しいんですけどね。まあ、こんなんばっか買ってたらね、お金なんぼあってもしゃあないんで、まあ、これスルーします。まあ、プレミア予想なんですけど、だいたい定価プラス3,000円かな、トップスは。で、まあ、パンツもだいたい3,000円ということで、じゃあ両方とも3,000円で行かせていただきます。3000円までですね。はい。ということで、次！続きまして、こちらバックパックと手袋ですね。はい、こちらお値段なんと27,500円と、手袋が16,500円です。すごくもうびっくりするぐらい高いですよね。手袋16,500円ってもうね、ハイブランドやないかいって突っ込みたいところなんですけど、まあシュプリームハイブランドかな、わかる。いや違うな、ハイブランドではないな。はい、まあね、これを買ってる人はね、もうブルジョアです。すごいですね、これ買える人はね。僕も買えるような経済力がねあればいいんですけどね、残念ながらないので、もうはい、我慢したいと思います。こちらのプレネ予想ですけど、プレネはなしということでいかせていただきます。ということで、次。ここからは、気になるインラインを紹介していきたいと思います。まずは、こちら、たまごっちでございます。こちら、8,800円のでね、これも高い。今、だいたい、たまごっちがね、2,000円ぐらいでインラインが売られてるんですけど、まあ、コラボになるとね、値段上がりますよね。だいたい3倍ぐらいね。3倍くらいの値段で取り売られてます。はい、まあでもこれはね、結構名作ですよね。気になる方はね、もう買っちゃった方がいいかもしれないですね。余るイメージはできないですね。オンラインも店頭も即完売だと思います。プレネがつくかつかないか、さておきね。はい。まあもう、たまごっち好きな方はね、もう全商品買ってください。ということでね、こちらのプレネ予算ですけど、だいたいプラスまあ2000円まで。まあこれでね、5000、6000もプラスはならないと思います。2000円までと予想させていただきます。ということで、次。続きまして、こちら。今治ポケットフォールディングタオルということでね、今治タオルとのコラボが来ました。これはね、渋いでしょう。三つ折りにしてね、開けたシュプリームって書いてるね。これいいですね。かっこよすぎてね、これね、出してきたら惚れます。はい。それは言い過ぎですけど、まあ、これはちょっと買いたいですね。定価が4,400円ということで、まあ1枚2,200円で、まあ決して安くない価格なんですけど、まあシュプリームやったらギリ納得かな？はい。ギリ納得します。はい。今治タオルの人はね、どういう気持ちで作ってるんでしょう。2枚で4,400円で、ね、なんとなくお得な気分ということで、ね。こちらはね、即完売して、プレネもつきそうなんですけど、だいたいプラス3000円まで予想させていただきます。はーい。ということで、ババーっとシュプリームウィーク4を紹介していったんですけど、皆さん何か欲しいものありましたかということでね、僕のオーダーシートを言うとですね、僕は、ヌプシ黒 M。と、ポケットティーのカーキ L で、今治タオルでお願いしたいと思います。はいね、これでね、僕はね、もう満足です。これ買えたらいいっすね。これで会計結構いきますけどね。もう本当に月の給料吹っ飛びますよ。はい。ということで、本日の動画、良いと思った方は、グッドボタン、悪いと思った方は、そしてもっとスニーカーの脳内を見たいと思った方は、ぜひチャンネル登録お願いします。はい、今日もね、さーっと言いました。また、次回はですね、ハワイ編でですので、ぜひぜひ、ハワイでもね、楽しんで待ってください。来週公開。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。